ラミルシェイダエフは、ロシアサンクトペテルブルク出身の、アゼルバイジャン代表プロサッカー選手。サバフ FC 所属。ポジションは FW。地元クラブである FC ゼニトサンクトペテルブルクの下部、組織出身。2014年4月、サンブリーグに所属する、リザーブチームの試合に出場し、プロデビューを果たした。10月の FC モルドビアサランスク戦で、 トップチームデビュー。2016年7月5日、ゼニト対退団。2016年7月12日、トルコのトラブゾンスポルと4年契約を締結。しかし、出場機会を得られず、スロバキアの MK ジリナとアゼルバイジャンのカラバフ FK に期限付き移籍した後、2018年8月9日にトラブゾンスポルを退団。トラブゾンスポル退団後はロシアに帰国し、 2018年8月17日に、クリリア・ソベトフ・サマーラと、単年契約を結んだ。2019年7月2日、FC ディナモ・モスクワと、単年契約を締結したが、シーズン途中の1月9日に契約を解除した。2020年2月17日、アゼルバイジャンのサバフ FC に、シーズン終了までの契約で加入。2020年8月1日、 契約を2021年6月まで延長。2013年の UEFAU-17 欧州選手権では2ゴールを決め、チームの優勝に貢献した。同年の 2013FIFAU-17 ワールドカップにも出場した。2015年には UEFAU-19 欧州選手権に参加し、チームの準優勝に貢献。自身も大会優秀選手に選ばれた。 その後、父親がアゼルバイジャン人であったことから、アゼルバイジャン代表でのプレーを決断。2016年9月4日、2018FIFA ワールドカップ予選のサンマリの代表戦で、アゼルバイジャン代表デビュー。2017年10月8日、同じくワールドカップ予選のドイツ代表戦で、初ゴールを決めた。2020年9月5日、 現在ゼニトジリナカラバフユーマイナス17ロシア。ありがとうございます。